ピンとこない。1988で、うん、はい、福岡市動物園、ね、あの方ですよ。あの方、なんでピンとこないの。同じクラスだったかもしれない、下手したら。同じクラスだ、ね、うん、そう、可能性としてはありますよね。内村航平の前にキングはこっちでしょって。おかんむりかもしれないですよ。なんでごめんなさいかというと、あ、じゃあちょっと近くまで来てからいいですか。いますね、はい。1988、遅いよ。遅いよ、みっちー。ちょっと気合い入れてもらわないと。今日めちゃくちゃ大事なロケだから。今日はこのずっとやり取りのラインずっと取ってる。いやいやいや、そこまでやり取りしてないし。やめなよ、そうやってプライベート切り売りするの。あなたが迷って遅刻してることは、うん、全視聴者に伝わってるよ。迷うよね。動物園って何度来ても迷うのよ。やっぱあれ、うん、探してたポケモン。うん、いや探してたのよ。ちょっと反応があったからさ、うんうん、そうそうそう。やっぱ僕ら世代で動物って言ったらポケモンじゃないですか、うん、リザードンゲットしました。はい、いや来たよ。いや来たよ、これは。はいはい、なんで来たの。え、なんで来たの知らないんだ。え、なんで、え、ピンとこない。1988で、うん、はい、福岡市動物園、うん、ね、いらっしゃるんですよ。このチャンネルで挨拶に行かなきゃいけない方が。1988が、1988が、うん、同世代の何かしらでしょ、うん、何かしらっていうか、まあ、あの方ですよ。あの方、え、なんでピンとこないの。福岡市動物園で1988ですよ。同じクラスだったかもしれない、下手したら。同じクラスだった、うん、そう、可能性としてはありますよね。ちょっとやっぱおかんむりかもな。遅いなって。あ、ご挨拶が、うん、いや内村航平の前にキングはこっちでしょって。おかんむりかもしれないですよ、これは。来たことはあります？もちろんもちろん。福岡市動物園家族で来たりするよ。あ、そう、うん、リニューアルしてからも来た。リニューアルしてからも来た。あのペンギンの、あ、そう、見た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 。ペンギン車見た。ペンギン車、ペンギン車、ペンギン車見た。ペンギンエリア見た見た。すごいのよペンギンエリアね。ちゃんとカップルがマッチングをして、マッチングしたカップルが入る部屋とかも用意してあるわけ。いや、そこまでは知らない。ペンギンエリアにそれを見ないと、もう言ったらこう生態展示というかね、できるだけありのままの姿で展示をしてくれるようにしてるの、動物園が。これはすごいメモリアルなタイミングで、まあ、挨拶もできるので、うん、まあ、今回特別に開園前にアポもしっかり取って、うん、なんか開園前に、開園前ですよ、まだ開いてないですよ、だって。いや、もう開いてんじゃないかな。え、だって空いてるよ。空いてた空いてた。あなた待ってる間に9時か。結構お客さん入ってたもん。あ、ほんと。あ、9時か、うん、9時か。そのプラチナ感を勝手に出すのやめてください。でも最近さ、ちょっと待ってね、まあ、僕出演者じゃないですか、はい、でジョー君編集マンでしょ、はい、でミッチーディレクターでしょ、はい、アポ全部僕が撮ってるんだけど。いや、ほんとにこれだけ出して。うん、マジでありがとう。まあ、っていうか、俺なんてさ、こんなアポ撮れないの。福岡市動物園のそう広報さんとやり取りさせてもらって、あ、おはようございます。おはようございます。あ、KBC です。受付、あ、受付今から。ございます。前振り長すぎた。ちょっと時間過ぎちゃった。わかりました。時間、あ、もうそろそろ。すいません、すみません。ちょっとこれだけ、これだけ見ていっていい？お、いいよいいよ。あの、ここにね、うん、福岡市動物園が開園70周年なんですよ、うん、で、その歩みがここにずらっと並んでるの。はいはい、この70年のオープンからの、はい、1953年からのね、うん、でそんな中でね、これ見て、1956年、はい、飼育員のこぼれ話っていうのがあるんですけど、シマウマ大脱走。すごくない？脱走したんだ。そう、シマウマが脱走しちゃって、動物園で脱走はつきものといったら叱られるかもしれませんが、特に放し飼いの動物たちの脱走は時々ありましたと、うん、1956年2月1日にシマウマ2頭が脱走し、1頭は現在の双葉学園のところまで、もう一頭はなんと西陣まで行ってきました。めっちゃ行ってるね。めっちゃ走ってる。しっかり行ってるよね。そう、町の人たちびっくりしたろうね。すごいな。そうだよ、当時の入園料見て、大人30円だよ。うわ、子供10円でさ、で、この子供10円に対して子供がリアクションしてて、小人10円安いなぁ。ね、なぁ。そういうリアクションもできるんだ、ここ。すごい、いっぱい書いてる。たくさんメッセージがね。うわぁ、すげぇなぁ。
何やってんだよ、もうインサートに邪魔するなよ。インサート加速させんなよカメラをね。避けたじゃん今。そうそう、あの俺が来た時は、はい、まだここがちょっと工事中で、はい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 、塀があったのよ。あ、開けましたね。いや、こっからのリニューアルポイントとしては、だからペンギンエリアがオープンしたでしょ、はい、でこの後にゾウエリアがオープンするわけ。だからゾウのね、花子っていう言ったらシンボル動物が、うん、まあ、亡くなってしまって、うん、それからまた新しくねゾウがやってくる予定なのよ、甲賀市動物園に。確かにゾウさんエリアずっと何もなかったもんね。そう、ちなみに、はい、あの昔福岡市動物園はゾウが熊本の動物園からやってきたらしいんだけど、あの国道3号線を歩いてきたらしい。本当本当本当。どう、当時、当時ね、暴れて入らなかったのかな、その移動させるための車だったりかに。もう結果しょうがないから、うん、3号線を歩いてきたんだってゾウが。面白い話、すごい話だよね。あ、川島さん走ってきた。走って、川島さん、ほら、おはようございます。すいません、川島さん、朝からありがとうございます。おはようございます。1988チャンネルと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。しします川島さん、はい、何年生まれですか、川島さん。私はすいません、1983年生まれです。あれ、あ、そっか、僕あの勝手に、あ、ジリさん100って言われて1988なんで、僕は、はいはい、はい、同世代で、まず川島さんが1988で取材来たのかと、なぜか知らないんですよ、自分は。1983年生まれのものは後で登場しますね。ほらほら、キリンさんいる。うわ、ほら、キリンさんだよ。ちょっと川島さん、キリンさんに挨拶してきていいですか。おー、おはようございます。かわいいね。やっぱキリンが一番動物の進化を見ますよね。進化を見る。だってさ、高いところの植物食べるために首が伸びたんよ。ごめん、キリン全然ピントが合わない。見て、絶対フェンスにピント合っちゃう。どうしよう、網目キリンの前に網にピントが合っちゃうね。きたきた、甲賀市動物園のハイライト。はい、すげえ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 。きたきた。なんでご案内したかというと、あ、じゃあちょっと近くまで行ってからいいですか。いますね。はい、猿山になぜ我々が来たか、ね、はい、この猿山が1989年の3月、まあ、88年代ですねに、はい、この猿山が製造できたということになって、これも19881988です。川島さん、ありがとうございます。そうなんです、もうこれ自体が1988。そう、猿山と同い年です。我々はそういうのもありなんだね。あるよあるよ。しかもだから言うたら早生まれですよね。確かに、はい、89年の3月なんで。なるほど。そうそう、あ、おはようございます。1988チャンネルです。あ、餌を今からあげてくださると、はい、お願いします。これは貴重な瞬間です。これはペレットですね。猿用の固形飼料で、はい、結構取り合わないですか。まあ喧嘩、そこまで大きな喧嘩は割とあの広げてあげると、はい、まあ、まあ小競り合いみたいなのはありますけど。じゃあすごい見て、ね、みんなみんなめっちゃ待ってる。じゃあお願いしてもいいですか。そう。おお、はい、網目来たよ。うわ、おはようございます。朝ごはんですね。すごいすごいすごい。あ、ありがとうございます。あら、拾って食べてるもん。でもやっぱ人に近い動きをするね。うん、これ二足歩行。あ、本当二足。あ、面白かったね今。あ、でもみんなどっか行っちゃった。ほらほら、ちょっとほら、取り合ってる取り合ってる。猿山ほどどこ取り合いか分かんないないね。いろんなことが起きてるから、同時に。今めっちゃ困ってるから。どれを使えばいいの。どこのインサートなのか、うん。名前も呼べないからさ。なんか、取って逃げる猿もいっぱいいるもんな。あ、ほら、あれお母さんじゃない。ほら、小猿抱きかかえてさ。かわいい。ほら、抱きついてるよ。で、口の中にいっぱい詰まってる。そうだね。あれ、咀嚼してあげるのかな。あ、そうかも。いた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 。小猿かわいいね。かわいいな。しがみついてるよね。ずっと待ってても来ないから。なんか行きそうな子がいるけど。お願いします。お願いします。どうぞ。どうぞ。またおっぴろげだよ。本当に。かわいいね。あれでしょ。餌食べたい。なんかちょっと指導を受けてる。ママなのかな、パパなのかな、指導を受けて、ダメ、やめなさいって、それも食べんのやめなさいみたいになってたね。それはその行儀悪いみたいな。行儀なのかな。
まあでもやっぱミッチーもさ、うん、こう子育てをすると変わるんじゃない猿山の見方がちょっとやっぱり。あ、そっか。いや、なんか、うん、そこまではリンクしてなかった。え、嘘でしょ。猿山って自分の鏡だからね、やっぱり。そうだろ。自分の環境の変化によって、うん、やっぱ見え方変わってくるから。うん、そっか。じゃあ俺は割と普通に見えちゃってたな。え、嘘でしょ。全然感情移入してないじゃん。大概でどう見えてるの。いや、僕はやっぱりその権力者になりたいっていう目線。ボス猿になりたいっていう。おー、ボスっぽいよ。ボスっぽくない。急に出てきましたね。たつまいがボス。うわ、ボスじゃん。だってすごいじゃん。なんか毛並みっていうかムキムキ、ね、ムキ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 じゃない。マッチョじゃん。で、勝手に妄想するのが楽しいのよ、うん、あそこちょっと今いい感じじゃないみたいな、うんうんうん、だから人間に勝手に置き換えてさ、うん、やっぱその告白する前のあの甘酸っぱい期間なるほど。そうそう、まだ付き合ってはいないけど、うん、お互いちょっと思い寄せ合ってんじゃないかなとか。じゃあ大学にその、あのボスは今何を思ってんの。あ、あれボス、うん、さっきの喧嘩してさあ、ということで、はい、1989年3月生まれの、はい、まあ、同世代の猿山です。ありがとうございます。ありがとうございます。ただ、うん、大本命はここからです、うん、え、そうなの。1988、はい、はい、俺あと5匹ぐらいのエピソード作ってもらおうと思って違うのよ、ここで無理くり伸ばす必要ないのよ、ね、ここからが大本命なの。ちょっとだけ安心もします。タイガここ、おい猿山でどこまで行くみたいな。これでおい、何も作る気があって。はっきりいるんで。あ、いるんですね。はい、川島さんまだ内緒で、はい、はい、じゃあその場所まで。え、おはようございます。国内最高齢の今にもね、そう、もんちゃんみたいにやっぱ足上げるんですね、お腹見せる。モームスで好きなメンバー誰だった。あ、なんて言ってた。阿部夏実